11時11分です未来を歩くらン版アメリカンエキスプレスピック1300万ユーザーが扱っているソーシャル経済メディアニュースピックスとコラボレーション今日は g はグーグルが社員に期待する4つの要件という記事にフォーカスです 解説してくださるのはニュースピックスの公式コメンテータープロピッカーでラッシュジャパンの人事部門責任者としてご活躍されています安田正彦さんです。ろろろろしいいいいたまままますお願いしますのののの記事でででであああああささんんんんうここが、うんうん、安田さんがこの記事を選だだ理由はは何でしょうかる昨、まあ、昨日も一昨日もも一特時採用だったんですけどあの 採用がやっぱすごくあの面白いなというふうに面白いというか、ええ、重点を置いてさあの重要視してるなっていうのがよく分かったんですね。はい、でまあ一つはその自ら取りに行くって、まあ、採用というのはどうしてもあの受け身になりがちなんですよね。募集して応募してきた人でこう自分とこの基準に合ってるかどうかじっくり見るみたいな、うん、一般的なんですけど。ールはこう自ら 取りに行くと、まあ、そこにはその最近のそのリファラル採用とかああのー、まあそういうのもあるんでしょうけどやっぱりこう自分から行くっていうことで Google の,の魅力とか価値っていうのを直接伝えるっていうのはやっぱりこう、うん、聞く方はポジティブですよね。もともとその入ろうとも思ってないんだけどこう来て言われれば、うん、あの応募に対するエンゲージメントというかそれも高まるということと、はいうん、あとはその。 あのー、その実際の,その選考の仕方というか、まあ、4人の四、はい、か四人の人に会うとか<ー>あとその外国人も必ず入れるとかということとかですねで、まあ、その僕一番その面白いなと思ったのは採用委員会にそれをかけるとで、うん、採用って結構やっぱりその直属の上司になる人と、はい、まあ人事で、まあ、最後その偉い人なんとか部長とか、うん、役員みたいな人をて「はい、うん。 いいいんじゃないとか言ってで終わることが結構多いと思うんですけどはい、はい、これだとやっぱりそのいかにこの人がその合ってるかということを、うん、あの会った人は面接があった人はそれをこうきちんと説明しないといけないと思うし判断する方も会ってない人もその判断に加わるというところはもうかなりこう突き詰めてそこを見るというところになると思うんですよね。うんでまあ、結局そ,のそれがいては一一回1回本当にその 我が社が人材に求めることは何かとかこの人が適切かというフェアネスだけじゃなくてですね一回一回その価値観を確認していくそういう機会になるというふうに思うんですね。そ、まあ、それがその こ出てくる4つの期待することの確認とかそれの蓄積で価値観文化の醸成になるとこういうことなんじゃないかなというふうに思うんですけどねそこでそのグーグルが応募者に求める4つの項目はいありますねこれ一般的な認知能力リーダーシップグーグルらしさ職務に関連した知識ということだそうですけどこれはいかがでしょうかこれあの非常にクリアだなということとまあ面白いなと思った2つ僕で面白いなと思ったのがあって。 あのリーダーシップがその影響型っていういて影響型で<お>その大体こうリーダーシップリーダーっていうとこう、まあ、指示命令型要するに指示を出して動かすう動かすそうですそうですそう、ね、ですそうですそうですうでうですみたいな、はいはい、でまあ組織もそんなふうにデザインされてるというのが、うん、あの一般的だと思うんですけど、はい、ここにいってる影響っていうのはやっぱりそのもうちょっとこうなんかこうなんて言うんだろう シンパシーというか共感するとかその指示とか命令ではなくてこうその人の考えに同調するまあ,まあ確かにそうだなとかあいいそれやってみようみたいなそ,そういうその影響でこう人を動かしていくと,と結局これってやっぱりその聞く方もあのスタッフも内から出るもので動いていくのでまあ最近そのティール型組織とかっていうふうにあのね言われてるところもありますけどあのそうよりこうまあ コミットメント、エンゲージメント、うん、モチベーションみたいのは上がる組織になりますよね樋、ね、それいいよこういうのやってみようよみたいなこと言うようなリーダーってことですよね深井いい,、はい、いいから上司が言ってんだからやるよみたいな話ではないってことですよね、はい あの二つ面白いとおっしゃってたんで、もう一個なんですか。もう一個はあの曖、ー、昧で、あのコメントでも結構あったんですか。曖昧さを許容できるかと。曖昧さ,曖昧さね。曖昧さってなんかあんまりポジティブに取れない言葉ですよね。ねあのー、まあ曖昧さを楽しむあのまあ昨日かなのそのえっ、ー、と谷本さんのその記事の中で結局その曖昧さっていうグーグルで曖昧さっていうのは自分がこう思ういや私はこう思うんですみたいなところがこう。うん 相手を否定しないでポジティブな感じでこう積み重ねてるみたいな。うんなんで異なる意見異なる意見を否定することをジャッジ,ジ,ャッジするんじゃなくてこう積み重ねていくことで多分 新しい価値ミルフィーユ的なそういう人材を Google ググとしては欲しいってことなんです,そうです、まあそういうのが多分あの求めているそういうことが許容できる、うん、っていうそういうことをまたむしろ楽しむいやいやいろんな意見があってよく分かんないんですよ、うん、決めてくださいみたいな話ではなくて確かにそうだね確かにそうだね、うん、っていうその正解,正解のない議論を楽しんで価値を想像していくっていう、うん、あのところですよねそれがあの求めてる。あとは、まあ、多分 ビジネスの部分においても、曖昧さっていうと、曖昧。で進まなきゃいけない時もあると思うんですね。決まるまで待っててもいられない。はい、だからもう、曖昧なまま、なんとなく、その。みんなで進んでいくっていうことの、その敏捷さとかっていうものとか、あとは、まあ。決めつけない方がいいこともあると思うんですね。まあ、似た、似たような意味なんですけど、あえて決めつけてしまったから、後戻りできないみたいなところもあるので。はい、で。まあ、いずれにしても、こういうことをやっていくっていうのは、ベースとなる、その。 基本的な組織文化価値観っていうのが。うん、みんなあ持ってるから、まあこれが、この曖昧さを楽しめるんじゃないかなと、うん、まあそれがあの。この四つのこの期待することとかを徹底していくっていうこと。なんじゃないかなとい思いますけどね。あのラッシュにお勤めですよね。はい,はいはいはい。ラッシュってイギリス企業ですよね。本社はね。<laughs> はい、まそういう意味では、あの国際企業だと思うんですけど。どうですか。同じような部分とか。 全く違ううううななっていうど,どうなんでしょあの非常にこう我々ハンドメイドなんでなかなかこうそのアナログな部分もあったりするんですが、はいはい、結構似てるなと思うことはあってでその、まあ、さっきそのあの価値観とか組織文化みたいな根底で大事にしてるみたいなところがあったんですけど、ええ、あのラッシュはあの、まあ、倫理観社会的倫理観をその大事にする。 大事にするという,かもうそれが原動力だエシックスっていうふうに言ってましてその例えばビジネス上の,この利益と、はい、あとその倫理で対立が起きる時に、はい、それはあの迷わないと絶対にラッシュは迷わない<お>なぜならば必ずエシックスを大事にするから。<ー>で例えばその一例を言うとあのあのラッシュは49か国で展開してるんですけれども。はい あのメインランラドチャイナつまり中国大陸には1店舗も出してないんですね。ええ、で多分そのグローバルの消費財ブランドで中国に1店舗も出してないって多分あんまな,な,ないと思うんですよまあ大きな市場ですから、ね、ビッグマーケットですから、ええ、ですけど中国はあの輸入した化粧品を本土で売る時に動物実験を課してるんですね義務付けてるんです。義務なんで打ち、ね、<ー>そうしないと売れないんです。でまあ、ラッシシュはそのあのエシカル という観点でその動物実験に反対しているので、まあ、いかにそれがビッグビジネスになっても、うん、絶対に中国では店を一店舗も出さないと<ー>いうこともかたくなに守ってるっていうそういうところとかですよね、うん、なのでまあ非常にこう徹底したこう倫理観で、まあ、そういうことをあの取引先にも求めるとかいうところがあるので、まあ、あのそういう倫理観に共鳴できるとかあのいう人をがまあ グーグルでこういうも期待することみたいに共通しているところはあると思います、ね。なし、うん、を通じて世界を変えようということですね。小さな変化で、<laughs> 小さな変化で,でハッピングしていこうという。はい、なるほどね。はい、いや面白いな。でも人材、自分がね、その例えばグーグルで働くとなったら、はい、どういう風な人材が求められているのか、はい、自分はどうあるべきかっていうのはすごく今日参考になったんじゃないかなといそうですね。はい、そう思います。はい、さまざまなこうキャリアアップとか。 キャリアのね、チェンジをしたいなと思っている方、はい、参考になったんじゃないでしょうか安田さん、はい、どうもありがとうございました,ました、えー、今回のご紹介したニュース気になった方はニュースピックスのサイトにある安田さんのページをチェックしてくださいアメリカンエクスプレスピックワンでした